雷は大日本帝国海軍の駆逐艦で雷型駆逐艦のネームシップである。同盟艦に吹雪型駆逐艦の雷があるため、こちらは雷や雷愛などと表記される。1897年、イギリスのヤーロー社に発注した雷型駆逐艦のネームシップで日本海軍に配備された最初の駆逐艦である。なお、 同じ年に購入した艦に、ソーニクロフト社の、シノノメ型駆逐艦がある。当初、分解した上で日本まで輸送も検討されたが、完成させ改装ということになった。1899年2月25日、竣工。同年5月25日、佐世保に到着。1904年に、日露戦争が勃発した際には、第一艦隊、第二駆逐隊に所属していた。 同年2月8日の旅順航奇襲攻撃にも参加しており、十数日後の2月24日には旅順航閉塞作戦に、5月27日には日本海海戦にも参加している。1913年10月10日、大港港にて機幹部が爆発事故を起こし、船体が断裂し着底する。同年11月5日に、除石、1914年4月29日に、 売却処分となる日本海軍史第9巻第10巻の召喚履歴及び官報に基づくありがとうございます。